I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you。こんにちは、松本恵那です。今回はですね、家族でハワイに来ているんですが、今回の恵那チャンネルではちょっとハワイの Vlog を撮っていこうと思っております。で、私が今朝からちょっとプールに入って、今帰ってきたんだけど、ちょっとね、またお風呂に入ってお出かけにするので、 Get Ready With Me とかもちょっとだけやって、Vlog を撮っていきたいと思っております。もうすぐさ、ダッシュワードとか発売だし、ちょっと私すっごいいっぱいね、旅行におすすめのものをたくさん作ったので、お風呂に入る前にちょっと朝のスタイリングを紹介していきたいと思います。じゃん、見てこれ、めっちゃ可愛くない？このデカバッグ、これがスーパーの時にさ、使うカゴにさ、こうやってガバンってつけれるバッグあるじゃん、あれなんだけど、すっごいね、この前作って使いやすかったので新しく作りました。今回ちょっと派手な色も作りました。で、ロゴもちょっとサイドにして鮮度を出してるのと、あとね、そうだそうだそうだ、見てこれ、じゃーん、こんなのも作りました。このね、シューズがちょっとまだリリースされてないんだけど、これも黒にかける PE のコラボレーションアイテムで作っております。これもね、今回のハワイのお供です。あとはさ、この水着だね、はい、こちらです。これも多分もうすぐ発売ですね。前回ハワイに来た時とかグアムとかでも着てたんだけど、ちょっとね、多分今濡れちゃってるからさ、色がちょっと変わっちゃったんだけど、この水着を着ていきました。はい、かわいい、ちょっとだけ腹見せ、はい、ということで今からお風呂入ってきます。レッツガン、よし、お風呂入ってきました。綺麗、さっぱり、伸びたでしょう、髪の毛すごくない？この辺なきゃね、この辺まではね、伸ばしたいんだよね。はい、では今からメイクをささっとしていきます。実はさ、昨日ね、クリスマスだったんだよね、ハワイは。ちょっとコンシーラー、そう、昨日が24日のクリスマスイブだったので、今日朝起きたらさ、プレゼントがね、届いてて、子供たちもすごい喜んでて、めっちゃ可愛かったです。めっちゃ帽子の跡ついてるな、おでこに。今回のさ、ハワイの旅が結構ハードで、日本の24日にハワイに出発してて、で、なんと30日にハワイから直接伊勢に行くんですよね。で、年越しは伊勢で過ごすんですけれど、ちょっと今回この旅行をさ、こう2つ、ハワイから直接伊勢みたいなのが今回初めてで、もうね、荷物もすごいし、パッキングがめちゃくちゃ大変でした。で、今回のハワイには、シズナさんとか、あとリココの学校の友達とかね、結構ハワイにすごいたくさんね、友達がいるので、急遽、ハワイ行っちゃおっかみたいな感じでね、ハワイ行くことになったんですが、早速お友達とも会えてね、すごく充実しております。最近ね、私アイシャドウさ、これ使ったの、シャネルのアイシャドウなんだけど、なんてやつだ、オンブルプルミエールリーブル、なんだこれ、オンブルプルミエールリーブル402番、シコモアアイシャドウがね、シャネルのこういう感じのやつでね、ほら、これを適当に乗せて、これね、すごい綺麗だし簡単だし良いですよ、とっても超時短でできるからおすすめです。なんかちょっとね、茶色っぽいピンクっていうのは、なんか優しい茶色で私がすごく好きです。下にもトントンといっちゃいます。ここね、こんな感じ動かしてあげると可愛い。ホットビューラー、私が最近おすすめのやつがあって、ちょっとね、これ使うのちょっとテクニックいるんだけど、これセルウォークのアイラインペンシル、セルウォークイラボレートジェルアイナーの03番ですね。これがさ、すごい可愛いんだよね。
のぐらいしか出しちゃダメ、折れちゃうのすぐ。でもね、可愛いの。アイラインも描いてるんですよ、私。ちょっとこんな感じでキャットアイにね、最近してるんですよ。横長に目を見せるようにしております。下はもういいかな、目に近いからね。いいね、上だけで。一応下も置いとこうか。よいしょ、オッケー。ちょっと眉毛を長く、私の顔って多分ちょっと中心に寄ってるから、ちょっとね、眉毛をいつもより長めに描くようにしております。ちょっと角度をつける眉毛にしております。メイク完成しました。ちょっと眉毛とこの目がポイントのメイクになります。お出かけはこんな感じでいこうかなと思っております。これがこれもね、クラネのラッシュガードで、こんな感じのデザインにオールインワンですね。チャネルにやってきました。何か買おうかな。買っちゃいました。かわいいよ。今日はこんな感じで、今から海とプールに行きたいと思います。このデカバッグに、もう見てごらん、浮き輪とかも入るし、なんかちょっとおすすめです。よいしょ。で、私が今日着てるのが、あの白と黒の2色展開のこちらのラッシュガードに、このメスリタイプの水着のセットを中に着ております。このね、セットの水着にラッシュガードをパッて羽織って、今からちょっとプールに行きたいと思います。しずなさんたちと合流して、アサリボールを食べてきます。行ってきます。子供たちはね、先にもうプールに行ってるので、私はちょっと追いかけております。あれ、道やってるかな、こっちだったかな。ちょっとこんなにハワイ来てるけど、私すごい方向音痴だからわかんないな。迷子、こっちかな。ほら、サンタさんです。あ、こっちかな、多分こっち。ラッシュガードかわいい。いいでしょこれ、焼けないのよ。ビーチにやってきました。ほら、海はい、プールに到着。プールに到着しました。あ、おった。入るんじゃない、たかしも着替えたら。今からしずなさんと二人で、ゆっちゃん冷麺を食べに行きたいと思います。バイバーイ。バイバーイ。終わりです。冷麺は食べるよな。でも、ね、でも一人一人多い。あ、何これ美味しい。ありがとうございます。うまい？今まで食べた冷麺の中で1番か2番ぐらい美味しいかもしれない。
ールフーズマーケットに来ております。今からしずなさんたちと一緒にホームパーティーです。ウーバ町ピリとピザ、私はうどん、リココは買ったコスメを開封、しずなさんはお料理、かのんちゃんは一回水飲もうか。おいしそう。あ、これ今日買ったキャベツ。半分だってさ。これ美味しい。朝ごはんはマサラダ、たかしが買ってきてくれました。朝から優しい、美味しいよね。見て食べよう。ママはあ、砂糖いっぱいついてるやつがいいな。よいしょ、これすごくない？じゃーん、プレーンのタイプが好きです。ママ美味しい、美味しい。朝から食べれるなんて幸せだね。めっちゃね、中がふわふわなの。まじ超もっちりふわふわだよね、うん、中が。それ美味しい。今度家でも作ってあげるよ。ママ揚げパン作れない。これはふわふわは無理だけど、揚げパンは作れるよ。ごちそうさまでした。美味しかったです。今から、みんなでダイヤモンドヘッド登りに行きます。はい、行きます。今日はもうさ、焼けるね絶対。ママはこのラッシュガードを着ているから無敵だ。あの一番上まで登ります。カキ、あれとあれとつけたらミカになる。そうそう、スイカゲームやんそれ。結構もうしんどいでございます。必死をしたい。熱い、熱い、熱い、熱い。ママ助けてあげて。トーマ、もうすぐ頂上です。しんどい、マジしんどい。来た、頂上着きました。はい、こちらのシューズはクラネ×ピーのコラボスニーカーになります。かわいい、めっちゃ歩きやすかった。おいしい野菜ボールを求めてゴマーズカフェにやってきました。ステーキを食べに来ております。乾杯。あ、おいしい。今日のトップスがとても可愛いんです。こんなになってんの、おいしない？めっちゃ食べるよ。トリュフコーンスープもおいしそう。おいしそう。マッシュルーム、うーん、まっ。デザート、一番好きな時間かな、この夜の海の時間が。かわいい。お届け物です。はい、ありがとうございます。